カリフォルニア州の高速道路の電光掲示板に表示されるアンバーアラート子供誘拐青いホンダシビックカリフォルニアのナンバープレートも TIC261 と表示されている2010年にウィスコンシン州で発令されたアンバーアラートで加害者の車と被害者の特徴が電光掲示板に表示されているこの事件は無事子供が戻り解決された アンバーアラートで救助された最初の子供であるレイリー・ブラッドリーと撮影当時の大統領夫人ローラ・ブッシュアンバーアラートとは児童誘拐事件及び行方不明事件が発生した際テレビやラジオなどの公衆メディアを通じて発令される緊急事態宣言の一種である。またその発生そのものを地域住民に速やかに知らせることで 迅速な事件の解決を目指そうとするシステムそのものを指す場合もある。児童誘拐事件の多くは、犯行後に児童が殺害される場合が多く、誘拐発生時からいかに短期間で場所を特定できるかどうかが重要であるとされている。主にアメリカ合衆国やカナダで運用されており、児童誘拐事件の解決に一定の成果を上げている。アンバーアラートを発令すべき事態。 すなわち児童誘拐事件が発生すると、管轄の警察機関は、所定の手続きを踏んだ後、アンバーアラートを発令する。発令と同時に、ラジオ局、ケーブルおよび地上波テレビ局や、エマージェンシーアラートシステム、および任意登録者の E メールアドレスや、道路上に設置された電光掲示板など、あらゆるメディアを通じて、アンバーアラートが、当該地域及びその周辺の住民に対して、 知らされる。特に、テレビ局やラジオ等の公衆メディアについては、アンバーアラートが発令されると、通常の番組を中断し、緊急のアンバーアラート放送を行うなど、強力な対応が取られる。これは、竜巻や雷雨などのように大きな被害が予測される、自然災害が発生した時と、同程度の対応である。アンバーアラートの配信の際には同時に、 誘拐犯及び誘拐された児童の氏名や特徴、誘拐犯の車両のナンバープレートなど、犯人及び被害者を特定するための様々な情報も同時に提供され、住民からの通報を促すことで事件の速やかな解決を目指す。ちなみに、アンバーとは、アメリカズ・ミッシング・ブロードキャスティング・エマージェンシー・レスポンスの頭文字で、あると同時に、1996年に、 テキサス州アーリントンで誘拐、殺害された少女アンバー・ヘガーマンの名にちなんだダブルミーニングであると言われる。例外として、ジョージア州ではリーバイスコール、ハーイ州ではマイリー・アンバー・アラート、アーカンソー州ではモーガン・ニック・アンバー・アラートなど異なる名称で呼ばれる場合もあるが、それぞれその州で発生した児童誘拐事件の被害者にちなんだ命名となっており、いずれも 児童誘拐事件の速やかな解決及び被害者の救助を目的としている点に変わりはない。1996年1月、テキサス州に住む少女、アンバー・ヘガーマンが誘拐される事件が起きた。自宅近くで自転車に乗っていた彼女が誘拐されるところを近隣住民が目撃し、地元警察と家族に連絡した。地元警察は犯人や誘拐された少女の特徴を把握しており、 それらの情報が早期に地域住民に知らされていれば彼女を発見できる可能性は高かった。しかし、それらを住民に知らせるインフラストラクチャーは当時整っておらず対応は大きく遅れた。結果、彼女は強姦され殺害されてしまう。彼女の遺体は4日後に排水口で発見され犯人は結局見つからなかった。この事件以降、 自動誘拐事件の発生を地域住民に速やかに知らせるためのシステムを求める声が高まった。アンバーアラートシステムの最初の計画は、竜巻や雷雨などの発生を知らせるための緊急放送と同様の方法を用い、地元警察が主要ラジオ局にファックスを送信するというもので、ファックスを受け取った各ラジオ局は確認の後、さらにその下部のネットワークにそれらの情報を流す。 というようなツリー構造のものであった。このやり方は一定の成果はあったものの、それらの情報伝達は全て人の手によって行われるものであり、情報伝達の過程で生じるエラーを防ぐことができなかったり、即応性が要求される児童誘拐事件に対応するには時間の損失が大きいものであった。また、あくまで情報の伝達が目的であり、 現在のような能動的な放置手段ではなかった。1998年に非営利団体、チャイルドアラートファンデーションがアンバーアラートの自動化を策定し、これによってテレビ局やインターネットを含む各種媒体へアンバーアラートを一元的に送信できるようになった。その後、2002年にナショナルセンターフォーミッシングエクスプロイテッドチルドレンが設立され、 アンバーアラートは大規模自然災害と同じレベルの緊急度で放送されるようになり、すでに長期にわたって運用された実績のある巣のインフラなどを用い、より能動的な放置がなされるようになった。誤尾を回避し、信頼性を維持するために、ほとんどのアンバーアラートの発令には厳格な規則が定められている。米国の場合、アンバーアラートは各州や自治体が管理するものであるため、 その運用や規則は管理主体によってそれぞれ異なるが、米国法務省は準拠することを推奨する以下のガイドラインを定めている。多くの法執行機関は2番目のガイドラインを採用していない。アンバーアラート発令後、所轄の法執行機関は事件に関するデータをできるだけ速やかに FBI のナショナルクライムインフォメーションセンターへ入力することが推奨されている。 ありがとうございます。